Thank you.
び補正用作業者の実験を行います。本日はご来場くださいましてありがとうございます。また日頃は阪急電車をご利用いただき誠にありがとうございます。実演の紹介を担当します阪急電車株式会社機械工事係小田です。よろしくお願いします。では当係は線路の安全を把握する業務を持ち大型保険用機械を担当しています。では機械の説明に移りたいと思います。この機械はマルチプルタイタッパー通称マルタイと言います。線路のお医者さんと呼ばれています。まっすぐな線路も毎日電車が走ると少しずつ上下左右に歪んでしまい乗り心地が悪くなってしまいます。歪んでしまった線路を直していき安全で快適な乗り心地を皆様に提供できるようにするのがこちらのマルタイになります。ですが、電車が止まっている夜間に作業を行いますので、運転の皆様にはご迷惑をかけておりますが、今後ともご理解のほどよろしくお願いします。では、マルタイ作業について簡単に説明したいと思います。まず、真ん中、右にある装置をクランクと言います。実際に動かしてみますので、ご覧ください。により線路を掴んで横に移動させたり線路を持ち上げたりします。では実際に持ち上げてみます。さあ一度持ってみます。さあもう一度上げてみます。このようにレールを持ち上げて作業を行っています。では次にトランプの左にあるカニの爪のような黄色い装置をダンピングユニットと言います。こちらの鉄の爪を動かして作業を行います。さあ次に右にあるクランクで持ち上げられた線路とバラストの間に爪のようなものを挟み込んで爪を与えながら畳む作業を行います。こちらも実際に動かしてみますのでご覧ください。このように作業を行っていきます。では実際に前進しながら作業を行ってみますのでご覧ください。
こちらは、先ほど操作しましたので、元の機械を引いてみてください。それでは、マルタイの仕様に乗っている作業員が行っています。
ではこれにて固定作業車、丸太への実演を終了させていただきます。丸太のペーパークロスを用意しておりますので、こちらの白いテントの方に、お越しください。小さなお子様、数に限りがございますので、小さなお子様優先でお願いします。